お腹をへこませるために腹筋やプランク辛いですよね。今回は前屈するだけで簡単にお腹がへこむ方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、なぜ前屈をするとお腹がへこむのか、お腹をへこませる簡単な前屈どうやってやるのかというのが分かってきます。たったの5回です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹をへこませる立位前屈ストレッチを紹介していきます。ストレッチなんかでお腹がへこむの?と思うかもしれませんが、実はへこむんです。お腹の出てしまう原因の一つとして、反り腰、いわゆる姿勢というのが関係しています。細い方でも下腹出てる方、周りにいませんか?おへそから下がポコッと出てしまう。その原因が今回は改善できます。前屈のチェックを加えて、通常よりも速攻性のあるストレッチの方法、それに加えてお腹をへこませる呼吸法を合わせて行っていきます。まずは前屈チェックからやっていきましょう。はい、まずスマートフォン顔の前を置いてもらって、どのくらい前屈がいくのかチェックしてみましょう。足は閉じて膝が曲がらないように前かがみになってみてください。どのくらいいくよっていうのをね、まず覚えておいてください。はい、次に前屈を効果的に行うためにふくらはぎをストレッチしていきます。なぜふくらはぎって思うかもしれませんが、前屈の時にふくらはぎとハムストリングが伸ばされます。伸ばされる時にどうしても痛い時に筋肉は固まってしまいます。そうなると伸びません。なので筋肉の緊張を緩めるために少し叩いていきます。30秒です。寝てください。寝たままで両足上げます。足の甲でふくらはぎをトントン叩いてください。いろんな位置に動かしていきます。足首から膝裏にかけて両足30秒叩いてください。それではいきます。スタート。足首から膝裏にかけて、痛気持ちいいぐらい、ちょっと強めに叩いてください。このふくらはぎをね、叩くことで前屈がすごく楽にいきます。力が抜けるぐらい痛い感じで叩いてください。よーし、はーい、OK です。次にお尻、ハムストリングを伸ばします。あぐらを組んで寝ましょう。このまま足を抱えます。15秒ずつで足入れ替えます。お尻とハムストリング伸ばしてください。スタート。ぐーっとね、抱えてください。15秒したら反対にします。よーし、はーい、反対足いきましょう。ぐーっとね、抱えて腰を丸めやすくね、前屈しやすくします。少しです。はーい、 OK です。はい、次は前屈を5回ほどやっていきます。スマホは顔の前に置いてもらって、まず前屈してみてください。さっきより少しできると思います。どうですか？さっきよりも楽に前屈できたよって方はね、コメントで教えてください。そしてこれは下腹が出る姿勢を改善する前屈になるので、普通に前屈するんではなくって、鼻から吸って口から吐きながら前屈をします。前屈するときに普通にかがんでしまうと骨盤が前傾したままで反り腰の状態で前屈する形になります。そうではなくって、おへそをしっかり顔を向ける感じで、お腹を、とにかくお腹を引っ込めてから前屈をします。これを5回です。とにかくお腹を引っ込めて前屈するというのがポイントです。鼻から5秒吸って、口から5秒吐きながら、お腹をどんどん引っ込めて、息なくなったら帰ります。5回行きましょう。それでは、行きます。鼻から吸って、口から吐きます。スタート。お腹をどんどん引っ込めて、4回目。ラスト。OK です。
お疲れ様でした。今のたった5回の立位前屈、これをするだけで姿勢がかなり良くなってきます。毎日5回でいいです。お腹をへこませながら前屈、呼吸法をしっかり使って行うことで腹横筋が鍛えられて、お腹がへこんだ姿勢を手に入れることができます。姿勢が良くなるだけで日常的に使われる筋肉が増えて、鼻から吸って口から吐く、しっかり呼吸法を使うことで何度も代謝を上げることができます。気づいたら呼吸が浅くなってしまう。呼吸が浅くなると内臓が下がってしまって下腹ポッコリにつながります。一日の中で何度か呼吸法を使ってもらって、常に代謝を高く保ってください。前屈やってみて、初めよりもよくできたよ、勉強になったよって方は、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。